今日ね、この竹馬、本当やったらこれからさらにレベルを上げていくんですけど、見てもらいたい竹馬、本当はこれじゃないんです。はい、なんで今日は皆さん、さらっと見てもらったのはちゃんと理由があります。もう一本、はい、今日は本当に皆さんに見てもらいたい竹馬、ホークテーマン持ってきましたんで、任せてください。今日はこちらの竹馬も今日は皆さん、本当には見ていただきたいと思います。すごいでしょ、はい、めっちゃ大きいです。これ全長ね、2m50cm ある竹馬。はい、今回持ってきました。去年多分これやってなかったんじゃない？去年のさんがね、やってないです。はい、これ今回から初めて多分皆さんここで見ていただく技でございます。2m50cm ある竹馬、多分パッと見た感じね、皆さん大きさに多分驚いてる方多いと思うんですけど、この竹馬一番すごいところ、なんとこれ自分でです。彼立てるところが、はい、これ皆さん全部彼一人でやっていきたいと思います。立て。さあ全国、これ本当にいいです。自分たちいろんなとこ回りながらパフォーマンスやってますけど、全国今どこでやらせてもらっても一番盛り上がる技となってます。はい、なんでもあらかじめ言っておきます。いいですね。ここまで見ていただいたお客さんですから、この技終わりましたら本日の最後のメインご覧いただきまして、全員解散とさせていただきます。いいですね。残り2芸だけです。絶対にこの2芸だけ見逃さないようによろしくお願いいたします。さあ、それでは後ろの方もよろしいでしょうか。手と足の動きかなり細かいです。よくご注目ください。いきましょう。大きな竹馬です。お願いします。さあ、まず1本目、そうこれを1本自分で手繰り、はい手繰ります。そうだ、よし OK ですね。1本取ったらもう1本、はいそう。さあ、そしてここからご覧ください。支えは一切入れません。自分で投げる。さあ悪いです。大きな皆さん、もう一度大きな拍手よろしくお願いいたします。ありがとう。大きな掛けまでご覧いただき、後ろの方ありがとうございます。ありがとうございます。よし、よかった。